絶対実現できない。絶対なんて誰が決めた。 CO2 が出ない日を作る。ジェラは2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。ジェラエネルギーの新しい時代へ。株式会社ジェラは日本最大の発電会社として、 CO2 排出量ゼロに挑戦するセ・リーグ公式戦のタイトルパートナーです。本日は本州の中、天井の中にご来場いただき誠にありがとうございます。球場内のエンタメを推進、トラオシの時間です。一番の球場をご覧ください。今年2回目のマスコットの購入ということで、スーパークローさんです。ウィズ・ドーラでございます。またやるのね。2日間よろしくお願いします。さて、6月のマスコット購入話題になりましたね。ガチンコ、ラジコン対決、それが今もう YouTube で見られますよ。自分が公式 YouTube でまだの方、ぜひご覧ください。お二方、ラジコンどうでした？楽しかったですか？そうですか、そうですか。そしてなんと今回は今日は津和さんもガチンコ対決企画ではなく、オカミドが終了後もドラゴンズダービーにスパクローさんが出走しますよ。あの記をご覧ください。シャオロン・パドロン・ドアラ、チアドラゴンズ・スパクロー、今日はどんなレースになるのか、どうぞお答えください。レースの予想にチャレンジしていただく方は、レース直前に一番の球場を使ってみます。そしてなんと予想が的中するのも、8月19日金曜日のナイターのチケットペアでプレゼントなんですが、スワローズなんですよ。スワローズのチケットですよ。さらにスワローズさんが1着でゴールすると、スワローズのファンクラブの来場ポイントが2倍付与。スワローズさん偉いこっちゃね。はい、さあ、というわけで本番に向けてちょっと皆さんアピールの練習をしてみませんか？スワローズファンの方も今日はぜひご覧してください。では、いっぱい手を振ってどうぞどうぞ。お尻のバットタオル、いいですね。本番だとね、もっと勢いが必要かも。ぜひそんな感じで。お、これはレッドスタンド、スワクローさんタオルじゃないですか。お人形といる、そんな感じでぜひアピールしてくださいね。8月19日スワローズ、2人はぶれないね。油断してなかったね。ドラゴンズファンのアピールはどうですか？ドラゴンズファンの方、ちょっとおとなしい感じでぜひアピールしてくださいよ。そのお、いいですね、可愛らしいパフェット。その感じでもお二人は油断してない。